はいです、今回はですね、太陽光プラス風力のハイブリッド発電所、豪州オーストラリアですね、で2018年に稼働へというニュースですね。ユーラスエナジーがオーストラリアで太陽光と風力を組み合わせたハイブリッド発電所の建設に着手。2018年に稼働する計画で、一般家庭3万5000世帯分の消費量に相当する発電量を見込んでいるというニュースですね。 ユーラスエナジーは風力発電と太陽光発電を併設するハイブリッド発電所ケネディエナジーパークをオーストラリア・クイーンズランド州に建設する現地の風力発電事業電業者であるウィンドラブデベロップメント社と共同推進している案件で発電規模は5万8 2 0 0ット風力発電が4万3 2 0 0ット ベスタス社製風車 3600kW×12 太陽光発電が1万 5000kW 人工ソーラー社製 A パネル5万5680枚で構成されておりさらに 4000kW の蓄電設備を設置するということなんですよねおすごいですねまあここのポイントは 2つの再生可能エネルギーを使っているというところなんですよね。で、ここにもあるし、ここにもあるしというふうな形でユーラスエナジー社は、まあ、ユーラシア大陸でどん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 あのこういった再生可能エネルギーによるです、ねえー、発電所を建設している会社ですよね。ハイブリッド型発電所の最大のメリットは単独の風力発電や太陽光発電と比べて天候による発電量の変動が小さいところにあると。 同プロジェクトサイトは夜間に風が強く昼間は弱まる傾向があることから風力発電と太陽光発電との補完関係が強く結果として風力発電太陽光発電単独のプロジェクトと比較し1日を通じより安定的に電力供給ができることが期待されているまた同国で風力化太陽光蓄電池を同じサイトに設置し 送電線に連携する初のプロジェクトになるということで、まあ、なかなかですね、あのー、オーストラリアの場合は送配電というのがですね、やっぱりしっかりしてはいるんですけども、送電線に乗っけることもできるというところがやっぱり大きなポイントかなということです。まあ、ここにも書かれてますけどね、相当な、えー、発電量になりますので、3万5千世帯の消費量に相当するものがで供給できるということなんですね。 バイデン先はクイーンズランド州の政府系の電力発電会社である CS エナジー社で2028年までのバイデン契約。これはまあフィットと同じでしょうね。同国における一般家庭約3万5000世帯の消費量に相当する電力を供給することが見込まれる。営業運転開始は2018年10月を予定。同発電所はユーラスエナジーグループにとっては同国で風力については3件目。対抗に、 初のプロジェクトになると、ね、だどうあの海外ではやっぱり風力の方が結構流行ってるというか設置してるところが大きいというところもありますねあの北海なんかもそうですけれども風力が結構安定して風が吹いているところが多いというところもありますし一気一気のです、ね、発電力がすごいんですね まあここにも書かれてますけれども、風力の発電規模ですが、えー、4万3 2 0 0キロ。で、12機。12個設置すればいいんですよね。で、太陽光は4分の1しかないじゃないですか、だいたい。3分の1くらいか。まあ、4分の1から3分の1くらいですけれども、で、パネルはね、こんまに設置しなきゃいけないんですよね。で、 風力の場合はですね、まあ一度設置してしまえば、それほど頻繁にメンテナンスをするということはないかもしれませんけど、まあ風で壊れるということはね、あるかもしれませんけど、太陽光も、あの、やっぱり断線したりですとかね、あとパネルをきれいにしとかなきゃいけないっていうメンテナンス作業っていうのは効率を上げていく上でも結構必要になってくるというところでもあるんですよね。日本では太陽光パネルがあの大きいんですけども、 まあ風力発電もですね、かなりいろんなところにいろいろ設置してあるというところはあります。ただ、人間が住んでいる近くにこの風力というのはなかなかね、設置しにくい。この巨大なやつは特にそうですけどもね。で、九州でやっているリング式の風力発電なんていうのは、直径がそれほど大きくないので、まあ、場所をそんなに取らないということもありますし、さらに、えー、騒音ですね。 による被害といいいいううののがほとんどないっていうのも大きいですですからやっぱりですねここら辺の部分を加味した上での再生可能エネルギーをうまくやっていくっていうところが必要になってくると思うんですよね風力発電は若干やっぱ人里から離れてるところに設置しないと難しいかなというところですだから蓄電システムっていうのもしっかりとですねあの作っていくことが必要ですしその部分っていうのはこれを水素を含めてねやっていった方がいいかなというふうに感じますね えー、今回の事業についてはオーストラリア政府系の再エネ機関アリーナから無利子の融資を受けておりさらに再エネ金融会社 CFC からは長期ファイナンスを供与されていると同国政府は総発電量に占める再生可能エネルギーの割合を2020年時点で20%にするという目標を掲げているさらに2015年開催の COP21 におけるパリ協定のもと 2030年までに2005年比で、温室効果ガス数を26から28%削減することを目標としている。ユーラスエナジーグループはこのような事業環境を追い風として、今後とも同国でさらなる事業展開を進める方針だと。なお、発電所の起工式を12月11日にクイーンズランド州会議員をはじめとする関係者らが参列し、建設予定地で執り行ったということですね。 もうこれから建設されていくということになってくると思います。で2020年度までにですね再生可能エネルギーによるあの発電の割合ですよね20%にするという目標ですから今後も伸びていくという可能性は高いんですよね。でオーストラリアというのは前回前々回あたりの動画でもですねご紹介しましたけれどもカッタンというものができたり石炭自体の生産量っていうのもまだまだ結構あるわけですよね。 ただ石炭火力というのはものすごい CO2 を出してしまうために火力発電所自体が今どんどんねこういった COP21 なんかを守るためにはあんまり稼働させたくないということでだんだん減ってきているということもあるんですけどもこれもね日本ではものすごく CO2 を出さない火力発電所っていうのがあるでもしねあの建て替えを行う場合にはそういったものを使うっていうこともありますけどもまあ単純にですねあの再生可能エネルギーを使って た発電所をどん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 作っていった方がこういう目標値も達成しやすいですし、温室効果ガスですよね。これも減らしやすいという風になってくると思うんですよね。な既存のエネルギーの使い方っていうのはなかなか難しくなってくると思うんですけども。あのオーストラリアというのは資源が非常に豊富で、真ん中、砂漠がやっぱりまだまだ広くあるわけですね。 そこに太陽光発電所とかで太陽熱発電所っていうのをどんどん作ることによって今度はあの水素を作りやすくなるかなっていうふうにもなるしよりエネルギーの生産がですね安価になってくるかなというところにもありますし土地をもっと活かせるような部分がいっぱいあるんですよね。日本では土地が狭いのに何であんなに太陽光が流行っているのかっていうと太陽光発電が やっぱりその安全だっていうところもあるし自分地の近くあるいは消費地の近くで作れるっていうのも大きいんですよね。風力発電,はあの発電量っていうのは大きいんですけれどもただその設置に対してですねやっぱいろんな規制がかかるっていうこともありますしまあ見たらわかるんですけどでかすぎんですねあれね。だから発電量大きいんだけどもうちょっとちっちゃいサイズとか。 あれリング式のものとかですねそういったものであの個数をどん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 増やしていく方が私は現実的にかなと思いますでやっぱ大きな風車ですとねかなり風力がないとやっぱりあれ動いてないんですよね風速7メートルとかっていう確かねそれぐらいかなあの毎秒っていう1秒で7メートルの風が吹くという風力風の強さがないと なかなかこう動かないというところがあるのでやっぱり小規模なものをねちょこ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 作るっていう方が日本には向いてるんじゃないかなという気はしますね。うんこういう大,大陸のような大きなところですと場所の制限というのがあまりないので、まあ、ソフトバンクなんかもですねあのモンゴルのところにもいっぱい風車を作ってそれを送電して売電していこうか日本にも送っておこう,うかっていう壮大なプロジェクトをね もう建てていましたよねだからそういったところからまあこういった大陸ではですね風力をもっともっと作るというところはあると思いますまあ夜間にこのね風が強くっていう特徴もやっぱあるでしょうからそこら辺からですねあのどん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 再生可能エネルギーを増やしていくんじゃないかなと思いますよね日本はあともうちょっと地熱をねうまく利用できるといいかなという気はするんですよね火山が多いところもあるし温泉地域もあるんですけども うんまだまだやっぱりその国定公園のところに熱源があったりとかあるいは温泉地域のところにあって地元の人たちとのちょっとなかなか理解が得られないっていうことがあったりとかでちょっとね難しいところがあると思うんですけど地熱もあの24時間365日ですねあの発電してくれるので消水力とかとちょっと似てはいるんですけどただね発電パワーが全然違うんですよね。 もう何,十メガ何メガワットという形で大きな電力が発生することができるんですよね。そこもあの併設して水素を作るというふうにやっていくと温泉地域であれば水もね豊富にあるでしょうからそういうことも簡単だと思うんですよね。だからそういった形でエネルギーを転換したりとかそのまま電力に発電するようにやっていくとあの温泉地域としてだけじゃなくてさらにプラスして魅力が出てくるっていうところも大きいんじゃないかなと思いますね。 はい、えー、最後までね、えー、聞いていただいてどうもありがとうございます。